世界最初の切手、ペニー・ブラック・ペルーで発行された、世界最初の記念切手日本最初の切手、フィンランド内戦中、フィンランド軍が占領したカレリア東部のアウヌスで発行されていた、切手切手は、郵便事業で行われるもろもろのサービスの料金全能を証明する商事である。郵便物に貼って差し出されることが多いため、郵便切手とも呼称する。 時に宣伝媒体として用いられたり、古銭、紙幣や骨董品と同様に趣味の収集対象となったりする。切手という名称はもともとは持参人に表示された商品を引き渡す一種の商品券を意味するもので、当初は切符手形と称していたが、その後略されて切手とされるようになった。江戸時代には通称名を倉預かり切手と呼称した。 米切手はその代表格であると言われ、倉屋敷などの交換所で商品と交換することができた。やがてこれらの手法が民間にも派生して、1777年には大阪の菓子屋、虎やよりが、ま、んじゅう切手を発売。以後、羊羹やうなぎ、鰹節、酒などの切手も江戸を含む各都市の商家で発売され、庶民に定着した。そのため、 明治時代に郵便料金の支払いを証明する意味で切手が使われるようになった際には他の類似証券類が別の名称を区別して扱われるようになった。現在では切手といえば郵便料金を全納したことを証明するために手紙などの郵便物に貼る金券の一種の紙片のことを表すようになった。広く認知されている郵便と切手の関連性から JP タワー内の日本郵便が手掛けた初の商業施設にも切手の愛称が付けられている。英語では切手はスタンプというが、これには少子の意味もある。もともとイギリスでは言論統制の手段として新聞に税金をかけていたが、その新聞税納税の証拠として少子が印刷されていた。この彰子のことをスタンプと呼称していたため、同様に 郵便税を全納した証拠としてそのまま使われるようになった。そのような出自もあってか、英連邦諸国では切手は因子としての機能も持っていた。現在、多くの国の郵便事業者は郵便のみにその役割を限定され、切手の役割も郵便物の料金全納に限られている。しかし、例えばかつての日本では郵便事業者が電話や電信、 貯金なども管轄していたため、これら様々な料金の納入にも用いられていた。また、イギリスなど国によっては収入因子などとしても用いられていた。また、郵便切手は郵便料金の徴収だけでなく、国家的政策や文化の宣伝など、宣伝媒体とする実用目的があるほか、古銭や骨董品と同様に収集品の対象となっており、 郵政事業の重要な財源の一つとなっている。多くは小さな紙に印刷されたものである。ほとんどは長方形で、サイズは比較的小型である日本の普通切手で一辺が18から20ミリメートル程度。記念切手や特殊切手には縦長や横長のものが多く、最大で一辺50ミリメートル程度まである。ただし、形、サイズ、共に例外が少なからず存在する。 多くの場合、複数枚をまとめたシートとして印刷される。一枚ずつ切り離せるよう、目打ちというミシン目が先行されていて、裏には糊が引かれている。シートから剥がすと、すぐに貼って使用できるシール式の切手も作られている。同様のものとして、メータースタンプがある。また、完成はがき、郵便書館、レターパックプラス。 台と廃止済みの X パックや切手付き封筒のように、あらかじめ切手の代わりとなる量がクインメン面がすり込まれた形で郵政から発行されているはがき、封筒、便箋があり、これらはステーショナリーと呼ぶ。ただし、現金書き留め封筒のように、郵便局で販売していても、印面のないステーショナリーも存在する。切手の発行主体は、郵便業務を管轄する。 国家機関や公共事業体。他に運送業者が切手同様の類似商品券を発行する場合もあるが、通常は切手とは言わずラベルとされる。これは国際的な郵便ネットワークを統括する国際組織である万国郵便連合に加盟している郵便事業体が発行するもののみが切手として公認されているためである。そのため、かつては UPU に未加盟の国の切手は、 国際郵便に使用できないとされ、郵便物交換の協定を締結している UPU の加盟国を経由して発送されていた。現在では多くの国々が UPU に加盟しているためそのようなことはない。ただし、中華郵政のように国際的未公認の中華民国の郵政事業株式会社は UPU に未加入であるが、国際郵便に使用できるため切手と公認されている。 例外もある。ローランドヒル郵便料金全能のアイデアは19世紀、初頭から各国で提案され、1819年にはサルデーニャ王国で実施を見ていたが、現在と同じ郵便切手を利用した制度が開始されたのは1840年のイギリスである。この時開始された近代的郵便制度において、導入された制度の一つとして、初めて郵便切手が発行された。 ローランド・ヒルはイギリスのおける近代郵便制度の考案者であるが、彼は切手の考案者ではない。イギリス国内ではジェームズ・チャルマーズがその提案者であり、オーストリア帝国でもスロベニア出身のロブレンツ・コシールが同様の案を1836年に提案している。最初の切手にはイギリスの当時の国家元首であったビクトリア女王の肖像が使われており、 最初の1ペニー切手が黒色で印刷されていたため、ペニーブラックという愛称が付けられ、翌年に色が赤色に変更されるまで約6000万枚が発行された。なお、この切手にはミシン目が先行されていなかったため、ハサミで必要な枚数を切り出す必要があった。目打ち付き切手の登場は1854年のことである。また、発行国名の表記はなく、 額面の記載も英語のみとなっている。他方、すでに裏塗りはついていた。これらの特徴、特に国名表記の欠如は、その後発行された各国の切手にも共通した。後に成立した万国郵便連合は、国際郵便における郵便物交換を円滑に行うため、切手には発行国の国名を示すこととした。ただし、 イギリスに限って世界最初の切手発行国であることに敬意を表し、イギリスの君主のシルエットを国名表記の代わりとすることを許している。しかしながら、サウジアラビアの切手には国名表記がなく、代わりに国章のシルエットがある。また、UPU は三用数字で額面を表していない切手は国内郵便へのみに有効であるとしたが、現在では、 この規制は撤廃され、国際郵便用の無額面切手のような切手もある。この時期には、マルレディ封筒など、切手以外の方法による前払いの方法もあったが、込み入った図案で、宛名欄が狭く使い勝手が悪いといった、完成ブートのデザインの問題もあり、切手の方が、その勘弁さもあって、広く受け入れられた。制度が始まったのがイギリスであったこともあり、切手発行国は、 ヨーロッパやイギリス植民地が中心であったが、徐々に世界各国に広まった。日本切手の一例日本で最初に発行された切手は、1871年4月20日に発行された竜踏切手であり、48分、100分、200分、500分の計4種である。この当時はまだ通貨改革が行われていなかったため、江戸時代の通貨による、 額面表示がなされていた。翌1872年には、1000の単位に変更された、流線切手が発行された。なお、全2社を合わせて、流切手と呼称する。1883年には、円の単位が表記された切手が発行された。日本切手では、戦前は、大日本帝国郵便と表記されるとともに、菊花紋章が入っていたが、戦後は、 日本郵便と表記されるようになった。また1966年1月以降に発行された切手では、ローマ字による国名表記を求める UPU の決定に従って、日本と表記されている。日本でこれまでに発行された切手は、桜日本切手カタログ2018に掲載された文だけで約8100種類に達し、その後も増え続けている。 日本郵便株式会社の切手、はがき室には7人の切手デザイナーがおり、新たな切手を毎年発行している。形も長方形だけでなく、中には円形やハート型、キャラクターをかたどったものなど足したようである。下記は日本で発行された主な切手の種類である。分類は発行目的によって区分した。 普通切手は郵便料金の納付を主目的に発行される切手で通常切手とも呼ばれる。1円から1000円まで用意されている。需要の少ない額面の切手は郵便局の窓口、コンビニエンスストアなど日本郵便から委託を受けた郵便切手類販売所に常備されていないことがある。局内や店内の金庫などから取り出すためしばらく待たされることがあるほか、 時間外においては、販売所によっては、窓口に在庫がないという理由で購入できない場合も、ある。春夏秋冬の季節ごとに発行されるシールタイプの切手で、それぞれの時期に合わせたデザインである。販売期間が限られている点が、普通切手とは異なる。ドラえもんをモチーフとしたものもある。また、2012年秋以降春、秋のグリーティング切手には、 日本郵便オリジナルのキャラクターであるポスクマが登場する。切手に付随した箇所に写真やイラストなど、任意のデザインを入れることができる切手である。任意のデザイン部分は切り離しでき、切手としての効力は持たない。記念、特殊切手は国内外の行事の記念、宣伝、キャンペーン、文化財の紹介などの意図を持って発行される切手である。年賀切手や、 国際文通習慣切手のように毎年同時期に発行されるものやシリーズとして発行されるものもあり、これらを収集家は恒例切手と呼ぶ場合もある。使用目的は普通切手と同様であるため、諸外国では通常切手と区別したカタログ番号を与えていない場合も多い。なお、日本の最初の記念特殊切手は1894年3月9日に、 発行された明治銀行記念である。ふるさと切手は、ふるさと振興の意図で地域の風物や行事をテーマにして発行される切手である。寄付金付け切手は、公共的な目的への寄付分を切手の額面に付加して販売される切手である。切手の販売金額の一部が寄付に活用され、寄付金を除く金額部分だけが郵便に使用できる。一般に、 切手額面の他に寄付金額を示す数字をの記号で示し、切手には80プラス10などと表示される。日本最初の寄付金付き切手は1937年発行の愛国切手であり、飛行場建設を目的としていた。年賀切手では1991年以降、寄付金付きが毎年発行されている。1981年からサービスの始まった、 ファクシュミリを使い郵便物を送付するデタックス専用の切手。1984年及び1985年に額面500円の専用切手が発売されたが、前者については後者が発売された時点で販売打ち切りになったため、流通量が少ない。昭和時代晩期から平成時代初期にかけて大学などの受験生への合否通知に多く使われたが、 インターネットなど他のメディアが発達したため、サービス自体使われることが少なくなった。そのため、その後は消費税導入など料金改定が行われても、その時の料金に対応した電子郵便切手の発行は行われなかった。日本の郵便局が1876年以降に、朝鮮及び中国の各地に開設されていた。これらの在外国局で当初は、 日本切手がそのまま販売されていたが、為替相場の再決め当てに在外国郵便局で購入しない地で売却する投機が行われたため、それを防止する目的で1900年から販売地域をカズリした。在朝鮮日本郵便局では朝鮮の文字をカズリしたが、1900年1月1日から1901年3月31日までしか使用されなかった。 その上1905年に当時の大韓帝国の言っていた郵政事業及び電信事業を日韓通信業務合同の名のもとに日本政府が接収したため1910年の日韓併合を待たずして日本切手がそのまま使用されることになった。中国ではシナの文字を数にした。在中国の日本郵便局は長期間活動したため、 用紙の違いなども含め49種類の切手が発行された。最終的に1922年12月31日に在中国局が廃止されるまで使用されていた。軍事切手とは、軍人が郵便物を差し立てる際、差し出し通数の管理などを目的に貼り付けさせる切手である。日本を含め、この制度の対象とされたのは、貸し官兵である場合が多く、 将校については通数を問わず、有料とされた。日本の場合、20世紀初頭に中国、台湾や朝鮮半島、関東州や南洋諸島に駐留していた、大日本帝国陸海軍の貸し艦兵士に月2枚支給されていた。封書で使用されるのが原則であり、重量便は取り扱わないことになっていたが、実際にはそのような使用例も存在する。規定自体は、 当時の普通切手に軍事の文字を数りしたものである。1910年から1944年まで使用され、収集家は大切手と数りされた文字の形式をもとに6種に分類している。これ以外に、1921年に中華民国沈倒市で正規の軍事切手の配給が間に合わず、現地郵便局が手持ちの品切手、低新章に 無断で数るし製造した陳下を軍事切手がある。航空切手は航空郵便に使用する目的で発行された切手である。世界各国で発行されており飛行機や鳥といったデザインが使われることが多く、額面も総じて高額である。日本においては1929年に発行されたが国内における航空郵便制度が 即達郵便制度に統合された1953年以降は国際郵便用も含めて専用の切手は発行されていない。日本では航空切手は普通切手と同じく様々な料金の納付に使用できたが一般に諸外国で発行された航空切手は航空郵便料金の納付のみに有効である場合が多い。その他以下のような切手がかつて日本では発行された。 郵便貯金切手郵便貯金切手とは、1941年7月1日、切手による郵便貯金預け入れの再開を受け、これを奨励するために発行された切手をすり込んだ台紙である。この切手にはあらかじめ10銭切手が印刷されており、これ1 0銭切手4枚を貼り足し50銭とすることで、預け入れることができた。 1943年7月9日限りで廃止されたが、すでに販売されたものは半年に限り預け入れを認めた。選挙切手選挙切手とは、1949年1月23日の第24回衆議院議員総選挙にあたり、候補者1人につき1000枚ずつ交付された切手である。この切手は当時使用されていた納付を描く2円切手に、 選挙事務という文言を縦にかずりしたもので、使用する場合は、開封郵便物に貼り付けるか、郵便局で同数の完成はがきと交換する、こととされた。現在は、選挙事務所から直接発送されるはがきに限り、選挙事務と表記された茶色の全能印が押される。電信切手電信切手とは、1885年5月7日、電信料金の納付のために発行された切手である。 これは、当時電信が公部省の管轄とされていたことによるところが大きく、電信が低信省に移管されてしばらくすると、事務の煩雑さを解消するため、電信料金は郵便切手で納付することになり、電信切手は1888年に廃止、1890年には使用禁止となった。非新定装切手、非新定装切手とは、明治初期の公用無料軍事郵便に用いるため、 発行された切手である。明治初期においては、反政府活動が代々的に行われ、電信に代わる事前の通信手段が求められ、本制度が導入された。陸軍用、海軍用、中央艦長用、府県庁用の4つに大別され、西南戦争で多用されたが、以降は激減、1917年に廃止された。村送り切って村送り切ってとは、 1875年頃まで高知県で行われていた村送りという通信制度に用いるため発行された切手である。村送り自体は江戸時代から土佐で行われた繁栄通信制度で公文書提送が主であった。1872年6月1日よりこの制度を民間に開放、同日県内だけで有効な村送り切手を発行した。 1872年7月に、高知県内でも郵便が開業したが、その後もしばらくは並存したと言われる。この他、台湾地方切手、サザーランド切手、バンドを収容所切手などがある。郵便制度には様々なものがあり、制度自体に本に存在しないものも珍しくない。また、目立たせることで取扱いを円滑に行うことを目的に、 専用の切手を発行することがある。沖縄の速達切手速達切手は、速達料金の支払いのために発行した切手である。速達での配達の意思表示とみなされ、たとえ料金が不足していても、速達料金が支払われていれば、速達で扱われることもあった。日本では発行されていないが、唯一の事例として、 第二次世界大戦後のアメリカ合衆国による沖縄統治時代における琉球郵政庁が1950年2月15日に一度だけ発行した5倍と円切手がある。書き留め切手は書き留め料金の支払いのために発行した切手である。おおむね高額な額面であった。書き留めを示す文字として R が国際的に用いられていることからこれを大きく描く切手もある。 書き留め番号表を切手が兼ねていた例もある。公用切手は観光庁の郵便料金の支払いのために発行した切手である。多くの国では一般人も購入することは許されていた。官庁別にそれぞれ個別の切手を発行する国もあれば同じ公用切手を多くの省庁で共用する国もあり、その形式は様々である。また、 アメリカ合衆国郵政公社は1980年代から同切手の発行を再開、収集家向けに公用切手を販売しているが、使用できるのは空軍や農務省など一部の連邦官庁に限られた。同切手は一般人が使用した職員が使用した場合、300ドルの罰金刑となる胸の警告分が因面に加えられている。 フランスが発行するユネスコ用の切手やスイスが発行していた国際連盟用の切手もここに分類される。国際連合発行の切手もその発行母体を考えるとある意味このカテゴリーに加えることができる存在である。ただし国際連合の切手は一般人も国連本部等にある郵便局から郵便物を発送すれば使用できる点が異なる。 新聞切手は、新聞を郵送する料金支払いのために発行した切手である。新聞の郵便料金は一般に低額であることから、新聞切手も低額のものが発行されることが多い。しかし、その郵送量が莫大であるために、現在の料金別のお等の制度と類似した形で、あらかじめまとめて支払われることもあり、このような場合には高額の切手が必要とされる。なお、 類似したものとして、新聞税切手があるが、こちらは新聞への税金を徴収することが目的であり、実態は因子に近い。不足料切手は、未払いや不足の郵便料金など、郵便局が受取人から徴収する、あらゆる金銭の徴収のために発行した切手である。会計を明確にする必要から、この種の切手を発行している。また不足料切手は、 もっぱら実用の目的で発行されているため、額面数字を大きく示すなどのスタイルをとっており、簡略化した図案が多く、国名を省いたものも少なくない。日本ではこの書の切手は通常切手で代用していたが、現在では料金不足の付箋が使われている。郵便税切手とは、正規の郵便料金とは別に郵便物自体に課税。 その税を徴収するため郵便物に貼り付けさせる切手。課税目的であるため実質的には印紙の一種とも言える。中南米諸国やユーゴスラビアでは数多く発行されていた。目的は必ずしも公共の目的ではなく財政赤字の補填を目的とすることもある。また、ユーゴスラビアではサライボオリンピック開催費用の郵便税切手が発行されたこともある。 著名なものに1948年のベルリン封鎖では西ベルリン市内で発送される郵便物に空輸費用年出のために添付が義務付けられた郵便税切手がある。類似したものとして戦時税切手があり、こちらは戦費年出のために発行される。日本郵政株式会社は郵便局日本郵便株式会社から委託を受けた郵便切手類販売所のほか 直営のオンラインストア、切手ショップで切手を、額面の金額で販売している。これ以外に、金券ショップや、インターネットオークションなどで切手が額面より安く、販売されたり、貴重な切手が高額で取引されたりする。日本では切手収集熱が一時より冷めたため、以前は高額のプレミアム付きで、売買されていた昔の切手が額面より安く売買。 されたり、販売初日に売り切れることが多かった記念切手が、郵便局で発売後も長く書いたりすることも珍しく、なくなっている。手紙の表面で目立つ存在であるため、単なる料金支払い済みの証明の意味を超え、古くから様々な図案が施されてきた。デザインも、国家元首の肖像や国章といったデザインから、風景や動植物が登場し、 さらに印刷技術の進歩に伴い、絵柄の美しいもの、バラエティに富んだものが発行されるようになり、世界各国で多くの人々が趣味として切手を収集している切手収集が盛んになった。そのため国によっては、切手の発行が収入源となっていたり、実際の郵便規模に比しても過剰な量の切手を発行することが行われるようになった。そのため国家規模が 小さなサンマリのリヒテンシュタイン、ツバル、グレナダといった国々では国家収入に占める切手の販売収入の割合が無視できないほど高いほか郵便事業の赤字補填のために切手収集化に便宜を図る国も少なくないまた国際的行事に便乗して発行する場合のほか人々の関心を集めるような美しいデザインの切手を発行する場合もあるそのため 中には1980年代に共産主義国である朝鮮民主主義人民共和国でイギリスのチャールズ皇太子政婚を記念する切手が発行されたこともあった。ただし収入源として切手に目をつける行為は今に始まったことではなく、例えば明治時代初期の日本では海外からの注文に応じて当時の普通切手を増刷、未使用のシートのまま輸出していた。 自国で切手の製造を行えなかったり、国際切手市場にアクセスする術を持たない国もあり、その場合はエージェントに切手の製造、販売を行う権利自体を与える場合もある。その中でも象徴的なのが1960年代から70年代にかけて現在はアラブ首長国連邦の構成国となっている首長国が発行していた土交国切手である。 7市長国のうち5カ国は切手発行権をエージェント企業に委ね、その結果これらイスラム教国では発行されるはずもないヌード切手などが乱造乱発されたため、世界中の切手収集家から品縮を買った。こうした事情から長らく土広告切手を再録しない世界的な切手カタログも存在したが、2010年代後半より評価は変化しつつある。 切手は元来郵便物に使用されることを前提に製造されるのであるから当然まだ使用していない切手未使用とすでに消し印が押され使用された切手使用済みが存在するが収集家の言う切手の状態とはその切手がどの程度綺麗かつまりダメージを受けていないかを指す他の趣味と異なり切手収集においては使用済みの状態でも切手はガチを持ち場合によっては 未使用よりも、はるかに高額で取引されることもある。以下に、切手の状態を示す。まず、未使用のみに当てはまる要素として、以下の点が挙げられる。続いて、未使用使用済みともに当てはまる用語を示す。収集家には、ウェルセンターの状態のものが好まれるが、極端なオフセンターの場合は逆に珍調されることも、ある。ただし、第二次世界大戦直後の日本切手のように、 品質管理の水準が極端に低下した状態で印刷された切手は、そのような状態の切手が多数を占めるため、過度な陳調は禁物である。日本では、このような状態の切手を、インメンズレーラーと称することが多いが、エラーは、目打ち漏れやスリーロ抜け、逆ずりなどの切手に用いられる用語であり、正確には、フリークもしくは、オッズと呼ばれるべき存在である。 多色ずりの切手は、相互の色のずれ具合などもその条件になり、当然ながら正しい位置に収まったものほどより良い状態とされる。使用済みについては、消し印自体も評価の対象になる。使用年代も曲名もわからないものより、そのいずれか、もしくは両方がはっきりしているものの方が価値が高いとされる。また、 珍しいつぼねの消し印や消し印自体が珍しいものも珍重される。ただし、このような価値観は、日本切手の収集においてはごく最近のものであり、かつての切手ブームでは、悪消しと呼ばれていた使用例でもある。さらに、いくら消し印がはっきりしていても、記念特殊切手では、その発行時期に比べ極端に遅い使用例は敬遠される。また、諸外国では、 このような消し印に重きを置いた収集は、主としてクラシック切手でなされており、消し印収集が目的でない限り、上述したようなセンターや、全体のフレッシュさを重視した収集が主流である。切手収集の対象ものは、切手単体だけでなく下記のようなものもある。小型シートの例コイル切手の例ブロック切手の例。 埋打ち切手の冷却に飛行機を印刷したエラー切手切手に関する展覧会として切手展がある。国内展と国際展に対別される。1946年より旧郵政省と有種団体が協力した展覧会が各地で頻繁に開催されたが、これらは低信事業啓発が中心となり、今日的な展覧会のイメージではなかった。 全国規模の競争切手展の第1号は、1950年に開催された全日本切手コンクールである。この展覧会は1回だけで終わり、1951年より全日本切手展へと継承された。さらに、1966年より全国切手展、1977年よりスタンプショーが開催されている。国内で開催されている。 主な切手店には全日本切手店、スタンプショー、全国切手店がある。審査により採点を行う競争店と審査を行わない非競争店に大別される。競争店であっても競争部門だけでなく審査が行われない非競争部門を含んでいることが多い。競争部門では厳密に定められた審査基準に従い出品者の作品を審査員が審査し、 その結果が公表される。審査結果によるメダルや賞状が出品者に授与される。佳作以上の作品が切手展会場に展示される。審査員となるには、優秀知識、過去の切手展における入賞実績や見習いとしての経験などが必要である。審査員となる人は収集家、優秀関係者が多い。競争部門のチャンピオンクラスを除いては誰でも、 出品することができる。出品者のほとんどは切手収集家である。昭和の切手ブームの頃までは著名な大収集家が存在し彼らが切手店へ積極的に出品していた。今日では大収集家はほとんどいなくなったが彼らに代わり一般の人が出品物についてよく研究した作品や従来とは違った視点で構成した作品を出品するようになった。 主要な切手展は東京都内で開催されるため、かつては都内の会場まで行かなければ作品を直接に見ることができなかった。しかし近年ではウェブ環境が一般に普及したことから個人のコレクションや切手展への出品作品をウェブ上に公開している収集家が増えており、ウェブを介して出品作品の一部を見ることが可能である。 誰でも参観することができる。切手店により入場料金が必要な場合がある。かつて郵便局へ配布されていた見本切手の例。この見本切手は一般人も郵便文化振興協会を通じて入手することは可能だった。切手は郵便料金を全能した彰子であるため、その複製には一定の制約がある。 郵便切手類模造等取締法の第1条第1項では、日本を含め世界の郵便切手と見間違えるような、外観を有するものを製造したり販布したりすることが禁止されている。夕方技法の第1条第2項では、総務大臣の許可を受けたものについては、郵便切手の模造をしても良いとされている。許可に関しては、郵便切手類模造等の許可に関する省令にも、定めがある。 これは、海外で発行された切手や発行後50年が、経過して、パブリックドメインになっている切手にも適用される。実際、切手収集家向けに発刊されている、出版物のように、現職かつ実寸で切手の写真を印刷している、ものには、令和 XX 年 X 月 X 日、夕方議題、4X 号といった許諾番号が記載されている。現在では、 政府機関にオンラインで申請することができる。しかし、出版するたびに許可が必要であるとすれば、新聞や雑誌など速報性が求められる。出版物では、郵便切手を紹介することができなくなってしまう。この問題を解消するため、郵便切手類も贈答取り締法第1条。 第2項の許可を受けたものとみなされるもので挙げられた条件を満たすものについては、総務大臣の許可を受けたとみなすこととされている。ここで挙げられている条件の例としては、白黒印刷する場合、切手に模造等の文字を入れた場合、印面に黒い線を入れている場合、紙以外の材質で作る場合などがある。雑誌や書籍に切手の画像を掲載する場合に黒い斜め線が入れられていたり、 文字が入れられている場合が多いのは、この規定に従って、総務大臣の許可を不要とするための措置である。以上のように、日本において切手を紙に印刷する場合には、総務大臣の許可を得るか、総務大臣の許可を受けたとみなされるための適切な方法で行わなければならない。紙以外に印刷する場合には、材質が紙と紛らわしくなければ、戦術の告示の条件に合致するので、 個別に許可を得る必要はない。切手の図案は美術の著作物であるから、有方技法の他に著作権法の対象となり、この点からも複製等が規制される。一般に切手の図案は議芸館等による職務著作であって、その著作権は日本郵便株式会社に帰属する。この場合、その著作物は法人著作物であるから、 著作権の保護期間は、公表後または創作後50年である。著作権法においては引用等が正当な利用として認められているが、切手については、言う技法によって、これらの利用が制限を受けたり、これら以外の対応の利用が認められる場合がある。一方、近年発行されているアニメーションのキャラクターを描いた、切手等の現著作権者が存在する図案を用いた、切手については、 日本郵便株式会社と、その現著作権者との間に、職務著作の関係は成立しないので、一般に現著作権者の著作権が及ぶことになる。このため、著作権法において認められている、引用等の範囲を超える利用については、原著作権者の許諾が必要となる。従って、有方技法に違反しないからといって、無条件に使用するのは控えた方が無難である。 ありがとうございます。